まあ、はっきり言って名取に観光資源があるかってあんまりないわけです。例えば赤貝よりもカレーの焼きカレーの方が地元の方にとってはソウルフードだし、でたこ焼きだし、でいろいろカツ丼だ、中華天ぷらだとかいろいろあるんですよね。そういうものに着目して地元の人たちが喜んでれば必ず周りの人たちは反応して集まると思うんですよ。それが僕らの狙い。そうすれば全国どこの地域だって、観光地と思われてない地域だって活性化できる。観光地ってのはもう世界遺産級じゃないと多分もう成功しないと思ってます。そうでしょうね。でないところで何をこう作り上げていくかって、結局自分たちの暮らしの面白かったことをネタにするしかないじゃないですか。それをネタにできるんだっていう確信を持ってほしいんですよ。なるほど。地域の人たちに、自分たちの生活の中に必ず宝があるっていうことを改めて認識していただきたい。これがまあ今回一発目ですけども、継続してで学生は当然中で入れ替わっていくんですけど、まあ、先輩たちはこんなことを思いしながらこんなことやってきて、で皆さんについていってるので、まあ、やっぱり復興も長いプロセスかかると思うんですけど、ね、まあ、今日には変わらないので、こちら入れ替わりますけども、そういう思いを引き継いでいくっていうか、そういうことでちょっと被災者のことを思い走っていくっていうことができるんじゃないかなと思っています。やっぱり生地がすごいしっかりしてる、もちもちのたこ焼きが串に3つ刺さってたんですよ、お団子みたいな感じで。でソースを上からかけるんじゃなくて、つぼみたいなのにこうつぶってつけたのを揚げてたみたいなのが有名ですね。お味は美味しいです。美味しい。今回も次の旅おこしのきっかけとなるようにあちらに思い出教えてコーナーを設けてて、はい、あれが結構今回のイベントのメインだったりして、そうなんです。あれで地元で知った人の魅力、地元の人が自慢の魅力を旅の企画のメインにしていこうって考えてるので、あちらに来ていただければなって思ってます。